今回は朝ドラ「ブギウギ」に登場する水木あゆみのモデルがエリチエミだと考える7つの理由を紹介します。理由1名前と顔が似ているブギウギの水木あゆみは名前の1文字目が水でエリチエミは名前の1文字目が絵です。絵には大きな川という意味があり。 水木あゆみもえりちえみも名前の一文字目が水に共通しています。また水木あゆみは下の名前がカタカナであゆみ、えりちえみも下の名前がカタカナでちえみです。水木あゆみもえりちえみも下の名前がカタカナ3文字で最後の文字がみで終わります。だから水木あゆみとえりちえみは 名前が似ていますまた顔も並べてみると水木あゆみとえりちえみはなんとなく似ている感じがしますね理由に母親の共通点水木あゆみとえりちえみの母親には共通点があるので母親の共通点を紹介します。ブギギウのの水木あゆみの母親は 山と玲,玲子は梅丸少女歌劇団のトップスターで同じ劇団に所属していた福来スズ子と共演していますそして山と玲子は同じ劇団に所属していたピアニストの又野義雄と結婚し水木あゆみを妊娠した時に腎臓を患いましたこのため山と玲子は医者から出産を止められたのですが 出出産産ををめず美しましたしたかし大和玲子は出産時に死去してしまい娘を見ることができませんでした一方エリチエミの母親は東京少女歌劇団のスターだった谷崎敏子です谷崎敏子は喜劇女優として活躍し映画で笠置静子や榎本健一と共演しています そして谷崎敏子は同じ劇団のピアニストだった久保マスオと結婚しエリチエミを妊娠した時に腎臓を患いますこのため谷崎敏子は医者から出産を止められたのですが女の子が欲しかったので自分の命を懸けて出産に臨みエリチエミを出産しました 谷崎敏子は2時間も歌詞状態に陥るほどの難産だったのですがなんとか一命を取り留めますその後谷崎敏子は女優に復帰したのですが戦後は腎臓病で床に伏せるようになり芸能界を引退しますそして戦後は12歳のエリチエミが家族の生活を背負って米軍キャンプで歌うようになり 15歳の時にレコーードデビューしますしかし谷崎敏子はエリチエミがレコードデビューする前年に死去したため娘の活躍を見ることができませんでしたつまり水木あゆみとエリチエミの母親は次のような共通点があります戦前に少女歌劇団でスターとして活躍した笠木静子 福来子との共演歴がある同じ劇団に所属していたピアニストと結婚した娘を妊娠した時に腎臓を患い医者から出産を止められたが子供が諦められず命がけで出産に臨んだ水木あゆみの母親は出産時に死去したのに対しエリ・チエミの母親は一命を取り留めたという違いはあるものの 二人は娘がデビューする前に死去しており、娘の活躍を見ることはできなかった。理由三、父親の共通点。母親だけではなく、父親にも共通点があるので、水木あゆみとエリチエミの父親の共通点について解説します。ブギウギの水木あゆみの父親は又野義夫で、 又野義男は梅丸少女歌劇団の専属ピアニストでしたそして又野義男は娘水木あゆみのマネージャーを務めています一方エリチエミの父親は吉本興業に所属していたピアニストの久保益男で戦後はエリチエミのマネージャーを務めましたつまり水木あゆみの父親もエリチエミの父親も 元ピアニストで娘のマネージャーを務めていたという共通点があるのですそれに義男とマスオは名前が似ていますね理由4福来スズ子の大ファンブギュウギの水木あゆみは福来スズ子の大ファンで福来スズ子を尊敬する若手歌手という設定ですモデルのエエリチエミは 笠木静シの大ファンで、デビュー前は笠木静シのモノマネをしていました。ちなみに、左側の写真がエリチエミで、右側の写真が笠木静シです。理由後、黒のバンダナ。ブギウギの水木あゆみは、頭に黒いバンダナを巻いています。この黒いバンダナは、 エリチエミの黒いリボンがモデルになっていると思うのでエリチエミの黒いリボンの史実を紹介しておきます昭和24年エリチエミの母親は病床についており父親も指をけがしたため演奏の仕事ができなくなりましたこのため12歳のエリチエミが一家の家計を背負い 米軍キャンプをすするようになりますこの時母親がエリー・チエミというアメリカ風の芸名をつけてくれましたこのエリー・チエミが後にエリ・チエミとなりますさて米軍キャンプを慰問するエリ・チエミは米兵の間で大人気となり 米兵からアメリカで流行しているる歌のレレコードをプレゼントされるようになりますこうしてプレゼントされたレコードの中に後にエリ・チエミの代表曲となる「テネシー・ワルツ」がありましたエリ・チエミは英語を勉強したことがなかったのですが英語の歌が歌えれば大きなステージに立てると言われたのでレコードが擦り切れるまで聞いて 英語の歌を覚えていきます。そのような中、エリチエミは、笠木静子と榎本健一が出演する舞台に、子役として出演しました。しかし、エリチエミは他の劇場で、笠木静子の東京武牛儀を歌っていたため、笠木静子から東京武牛儀を歌うなというクレームをつけられた上、舞台からも降板させられてしまいます。 エリ・チエミの母親は有名な喜劇女優で、笠木静シヅや榎本健一とも共演しており、笠木静シヅのことを親友だと思っていたので、チエミが降板させられたことを悲しみます。そこで、エリ・チエミは、笠木静子のモノマネから脱却するため、レコード歌手を目指し、レコード会社のオーディションを受けます。この頃 エリチエミと同い年の美空ひばりがスターとして活躍しており我が子を第二の美空ひばりにしようと思う親たちがレコード会社に詰めかけていましたしかし第二の美空ひばりは現れずレコード会社は少女歌手の売り込みに嫌気をさしておりオーディションも形式的になっていましたこのためエリチエミはオーディションを受けても ピアノの伴奏で流行歌を歌わされたので本領が発揮できず全てのオーディションに落ちてしまいましたそのような中エリチエミは父親の知り合いの紹介でキングレコードのオーディションを受けることになったのですがオーディションの10日前に母親が死去してしまいますこのため 母親のことが大好きだったエリチエミは母親のもに服すという意味で頭に黒いリボンをつけてキングレコードのオーディションを受けましたキングレコードでは父親の知り合いのバンドマンの協力がありオーケストラでジャズが歌えたのでエリチエミは亡き母に捧げるつもりで 英語のテネシー・ワルツを歌ってオーディションに合格します。そして、レコードに吹き込む日も、エリ・チエミは黒のリボンをつけて、テネシー・ワルツを歌います。すると、このテネシー・ワルツが大ヒットし、エリ・チエミは15歳にして、スターダムへとのし上がり、ミソラヒバリのライバルになるのでした。 エリチエミの黒いリボンにはこのような深い理由があるのでブギウギの水木あゆみの黒いバンダナにも亡き母への思いが込められているのかもしれませんね理由6サザエさんの伏線羽鳥善一の長男の名前がカツオだったり福来スズ子の幼なじみの名前が太古だったほかブギウギにはなんとなく サザエさんを連想させるような演出が多かったので、朝ドラブギュウギを見て、サザエさんを連想した人も多いのではないでしょうか。おそらく、それはエリチエミの伏線だと思います。実は、サザエさんは、エリチエミの代表作で、サザエさんといえば、エリチエミなのです。昭和31年。 エエリチエミは19歳の時に映画「サザエさん」で主役のサザエさんを演じこのサザエさんが当たり役となりましたエリチエミはサザエさんをきっかけに役者としても活躍するようになり映画の「サザエさん」シリーズ10本に主演したほかドラマや舞台の「サザエさん」でも主演しましたエエリチエミはは演技ではなく、 素の自分だったというほどサザエさんがハマり役で原作者の長谷川町子が原作と同じ髪型を許したのはエリチエミだけだったそうですしかもエリチエミの父親の名前がマスオなのだからエリチエミはサザエさんを演じるために生まれてきたのではないかと言われるほどでしただから朝ドラ「ブギウギ」の サザエさんを連想させるような演出がエリ・チエミの伏線になっているのであれば手の込んだ素晴らしい演出だと思います理由7オールスター男女歌合戦のモデルブギウギの福来鈴子と水木あゆみはオールスター男女歌合戦に出場しますオールスター男女歌合戦のモデルは NHK 紅白歌合戦だと思うのですがもう一つモデルだと思う番組があるので紹介しておきますそのもう一つのモデルは昭和47年から昭和61年まで放送していたフジテレビの人気番組オールスター家族対抗歌合戦ですオールスター男女歌合戦と オールスター家族対抗歌合戦は名前が似ていますねモデルになったと思われるオールスター家族対抗歌合戦は著名人の家族5組が出演してトークや歌を披露するという番組でエリチエミ一家はオールスター家族対抗歌合戦の常連でしたエリチエミはオールスター家族対抗歌合戦でグランドチャンピオンになり 景品のヨーロッパ旅行を父親にプレゼントすることが夢でした。そして、エリ・チエミは昭和56年に念願のグランドチャンピオンになり、翌年の昭和57年5月にヨーロッパ旅行へ出る予定だったのですが、昭和57年2月に休止してしまい、ヨーロッパ旅行を果たすことはできませんでした。また、エリチエリミは、 NHK 紅白歌合戦の常連で紅白歌合戦に16回連続で出場して連続最多出場記録を作り歌手として出演しながら2度も司会を務めましただからブギウギの「オールスター男女歌合戦は」はエリチエミに関係の深い NHK 紅白歌合戦と オールスター家族対抗歌合戦の2つをモデルにしているのだと思いますそれはすなわち水木あゆみのモデルがエリチエミだという根拠になると思います以上7つの理由からブギウギに登場する水木あゆみのモデルはエリチエミと考えられますただ水木あゆみには美空ひばりのエピソードも少し入っているので 美空ひばりのエピソードについてても紹介しておきます美空ひばりの要素「ブギウギ」の福来鈴子と水木あゆみはオールスター男女歌合戦に出場することになり水木あゆみが福来鈴子にラッパと娘を歌わせてほしいと頼むエピソードがありますこのエピソードは美空ひばりがデビューする前の「 昭和24年にに起きた史実がモデルになっていいると思います昭和24年笠置静子のモノマネ歌手として注目を浴びていた小学生の美空ひばりは憧れの大舞台日劇の「ラブパレード」に出演することになりましたそこで美空ひばりは笠置静子に新曲の「平平ブギー」を歌わせてほしいと頼んだのですが 笠木静子は許可せず代わりに東京ブギウギを許可しましたしかし笠木静子が東京ブギウギなら歌っていいという許可を出したのが本番直前だったため東京ブギウギの練習をしていなかった美空ひばりは出だしを間違えてしまい楽屋で泣いたといいますこのエピソードが朝ドラ「ブギウギ」の水木あゆみが スズ子にラッパと娘を歌わせてほしいと頼むエピソードのモデルになっているのだと思います。